左側が取り外したプラグです。右側が新品のプラグになります。上部ですね、上の方を見ると色の違いがわかるかと思います。それではですね、新品のプラグを入れていきたいと思います。このままスポット入れます。スポット入れたらですね、プラグレンチを使って、回していくんですけど、注意点がプラグがまっすぐの状態になるように回していきます。斜めに入らないようにですね、それだけを意識して回していきます。まっすぐまっすぐです。で、回していくとどこかでもう手では回らなくなるところが来るので、そこでその後に工具を使います。トルクレンチっていうのを使って行います。 ZRX は、プラグが14ニュートンとなっているので、14ニュートンに合わせてですね、であとはこれで最終の締め付けを行います。これで完了になります。で、同じ要領であとはですね、真ん中のプラグもやっていきます。真ん中2本はどうしても作業がしにくいんですね。で、同じく注意しないといけないのは、プラグがまっすぐになるように回していくと。これもね、回しにくいですが、まっすぐだけを意識して行います。これです。トルクレンチを使って行います。はい、これで真ん中も終わりました。なんかあと残り2本も同じ要領で入れていきます。プラグを4本取り付けて、この黒いプラグコードをですね、つけたら、最後ですね、真ん中の、まあ、2番3番のプラグなんですけど、そのコードがですね、手で押しただけでは浮いてきたら水とかホコリが入ったりするので、こんな工具を使ってですね、最後はちょっと押し込みます。はい、これで取り付け完成です。それではガソリンタンクを取り付けていきます。はい、これで、入りました。大丈夫です。で、それからですね、あとはこちらのホースをまた戻していきます。はい、これで完成です。それでは最後にですね、ガソリンタンクを止めていたこのナットですね、これを取り付けます。で、最後はこの工具を使います。これで完成です。あとはね、実際に走行して加速が戻るのかを確認したいと思います。試走をしていますが、いつもの加速感に戻りました。まあ、やっぱりプラグが原因だったようです。元に戻ってよかったです。ちなみに ZRX1100 用のプラグ4本で2500円くらいになります。お店でですね、やってもらうと1本の工賃がだいたい1000円になりますので、4本で工賃だけで4000円かかることになります。プラグの代金を入れるともう約7000円ぐらいとなってしまいます。自分でやるとですね、この4000円の工賃を
節約することができます。最初はですね、難しく感じる部分もあるかもしれませんが、一度やることで2回目以降は割とスムーズにできるようになります。ぜひ一度プラグ交換にチャレンジしてみてください。今回の内容が参考になりましたら幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。